はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズでは続きをやっていきたいと思います。前回はセリカ編で、ギースを、倒したところになるんですけれども、ちょっとね、こっちのギースの砦内部にも行きたいので、まあ、先にちょっとセリカをやってから、アルムの方に行きたいと思います。じゃあギースの砦内部に移動しましょう。アトラス、弟さんたちは見つかりましたか？ああ、みんな無事だったぜ。神官様、あんたは俺たちの恩人だ。あんたの命令なら俺は何だってするぜ。なんなら今から砦の周りの残党どもを片付けてこようか。いいんですよ、アトラス。どうか弟さんたちとゆっくりしていてください。そうか、そうじゃお言葉に甘えるぜ。ジェシー。いやいや、この軍は女性だらけで眼福だね。おかげで毎日やる気が溢れて困っちゃうよ。ちょっとそんな目で見ないでくれる？違うよ、俺は軽薄なんじゃないの。この世の喜びを余すことなく享受したいだけさ。そう、女性という素晴らしい神の創造物を一人でも多く。あれ、話の途中だけどもういいの？うん、まあもういいわ。カムイ、俺の出身地か？もうねえよ。昔は一族みんなで放牧しながら暮らしてたんだけどよ、よその部族との小競り合いに負けて町に定住したのさ。だが俺はどうも同じところで同じことして暮らすってのが性に合わなくてな。こうして雇われ者としてあちこちフラフラしてるのさ。だからあんたの旅のお供も結構楽しいぜ。なるほどね、いつ死ぬか分からんけど。アルムの方はもうすでに戦死者が出てるからな。こっちはまだ戦死者は出てないよね。記憶のかけらをとりあえず拾って、武器は別に取れる武器じゃないからね。水がめ、あ、じゃあ飲み水がこっちか。え？デビルアックス？何これ。そういや装備もね、勇者の剣だっけ、取ったけど未だに装備してないからね。銀貨の大袋、これいくら入ってる？いや超入ってね。いくら入ってた？それちょっと表示してほしいね。銀貨の大袋いくらいくら手に入れたみたいな。壊れた壁とかは特に何もないと思うんで、じゃあ先に作戦室へ行きましょう。ソニア、あれソニアってあいつじゃん。あら、驚いた。本当にまだ子供じゃない。あなたは？私はソニア。名前くらい知ってるんでしょ？そう、あなたがソニアですか。あなたが追撃してこなかったおかげでギースに勝つことができました。ありがとうございます。予想通りってとこ？賢そうで可愛げのないお嬢ちゃんね。でも面白そうじゃない。いいわ、私の力を貸してあげる。損はさせないわよ。ソニアを仲間にしますか。まあ、仲間にしとこう。大商人、あれしお前またここにいるのか。お、しかも覚えてるし。当てが外れてしまったよ。こいつ大商人を名乗ってるけどさ、大商人資格なくね。今度は鋼の槍を大量に集めなければならない。鋼の槍、依頼人は非常に危険な相手でね、しくじると私の命も危ういってさ。お前なんでそんな危ねえことに手出すんだ。あと5本。え、あまり5本でしょ。ちょっと待ってね、多分ここにいるよね。そんな殺生なって。あ、ここだとあれが見れない。メニューか、ここから見れるか。身支度でいいのかな。道具袋1個しかなくね。余ってるっちゃ余ってるけどさ、大地さ、他の人ジェシーとかね。こいつは剣士か、使うかな。鋼の盾持ってるしこいつ。あ、エクスカリバー持ちだ。エクスカリバーが使えるんだよね、かなり。セリカ、セーバーだな。
今ちょっと勇者の剣をそびさせちゃおう。ここでアトはセリカを、なんかある？特にないな。このままでいくか。でジェシーには鋼の剣を装備させるか。まあこんなもんかな。アサロチーズ、エール、ハム、エール、ラムシュ、風画家の盾。このさ、盾ってそういえばどんくらい強いんだ。名前だけは強そうだよね名前だけはっていうのもあれだけど、リオン家の盾に魔法防御もあるのか。魔法防御も上がるのはいいね。結構重いね。リオン家の盾は結構重い。風化家の盾は軽い性能同じでさ、重さが違うって言ったら軽い方が絶対いいじゃん。ただ盾をね、装備させるやつがあんまりいないんだよね。他なんかある？荷物とかは関係ないでしょ絶対。鋼の槍1個でも50円か。アルムの部隊がどれだけ槍余ってたっけ。なんか運び屋みたいなのいたよね。まあ、ちょっとそれは後で行くとして、牢獄2、手前が2なんだ。調べよう。まずは飲み水。牢獄の前に飲み水が用意されてるって結構あれだね。あの水飲みてーみたいな牢獄の人からすればこれだけかな。これ無理やり焼けたのかな。助けてくださってイルマありがとうございます。私はミラの神殿に仕えるイルマと申します。もう数年もここに捕らえられておりました。ああ神殿はどうなっているのでしょう。そうですか、ミラの神殿の。私たちはそこへ向かっているのです。まあそうなのですか。それはあなたはまさか。え、申し訳ありません。あなたがあまりにリプリカ様に似ておられるものですから。リプリカって何？レプリカみてえだなリプリカ、それは私の母の名前です。あ、そうなの。ではあなたはやはりアンテーゼ王女様。よかった、生きておられたのですね。イルマ、あなたは私の母をご存知なのですか。お願いです、母のことを教えてください。私は何も知らなくて。はい、もちろん。そうですね、何からお話しましょうか。リプリカ様は元は私たちと同じミラ様に仕えるシスターでした。しかし祭事で神殿を訪れたリマ4世はリプリカ様の美しさに目をつけ、無理やり城へ連れ帰り、何番目ともわからぬ妃にしてしまったのです。王宮での暮らしはリプリカ様にとってはおつらいものだったのでしょう。病にかかり、あなたをお産みになられて間もなく亡くなってしまいました。そんな、お母様。ああアンテーゼ様、そんなにお泣きにならないでくださいませ。リプリカ様は息を引き取るその時まであなたを案じておられましたよ。実はリプリカ様からあなたへと預かっているものがあるのです。何ですか。王家の証であるサークレットをアンテーゼ様が成人されたらお渡しするようにと。サークレット、王冠を。母は王宮を憎んでいたのではないのですか。リプリカ様が何をお考えだったのか私にはお心を測ることはできません。ですがアンテーゼ様、あなたになら、きっとお母様のお心がお分かりになるはずです。サークレットは神殿でお預かりしておりますので、私は先に戻ります。皆にアンテーゼ様がご無事であることを伝えなければ。では、
アンテーゼ様、神殿でお待ちしております。おい、絶対一緒に行った方が安全だよね。そもそも今神殿の状態ってどうなの？なんか行ったら神殿が崩壊していたみたいな。ここにも誰か囚われてるね。まあ、まずは調べよう。手やりか。あ、でも手やりは投げられるやつか。じゃあ牢を開けますか。あ、そんな話だったか。エスト、無事だったのね。あなたって人は心配ばかりかけてごめんなさい、ポーラ姉様。でも、怖かったよ、カチュア姉様。ちょっとエスト、あなたもう子供じゃないんだから。だっていいじゃない、こんな時くらい甘えたって。こんな時くらいじゃないでしょ。あなたいつも甘えてるじゃない。そんなことないもん。まあ、あなたたち、せっかく会えたのにもう喧嘩なの？まったく。あ、セリカ、ごめんなさいね、騒々しい妹たちで。いいのよ、それより無事でよかった。あなたのおかげよ、セリカ。私とカチュアだけではとても助けられなかったもの。本当にありがとう。助けてくれてありがとう。私、エストっていうの。アカネイヤから海賊にさらわれてきたんだ。本当は早くみんなのところに帰りたいけど、でも助けてもらったお礼はしなくちゃね。私も一緒に連れて行ってくれる？うん、まあ普通に仲間にしましょう。てかいっぱいいるな。何人いる？14人目か。こいつ手槍を装備させろってこと、ここに落ちてた。じゃあここはこれで終わりかな。だいたいこういうのね、忘れるからね。手槍を装備させておくか、エストには。よし、とりあえずこっちはね、かなりね、戦力は充実してるけど、あとボーイか。ボーイが未だに飲み水だからな。じゃあアルムの方に行きましょう。アルムはなんかあったっけ、身支度すること。シルクがオレンジを装備してんのか。鋼の槍、こっちにはそこそこあるね。いやー、でもさ、5本はないよ、5本は。あー、本当はな、ここの村に行って武器とかをちょっと作りたいといえば作りたいんだよな。どうしようかな。ま、戦いに行くか。弓を持った騎馬兵だったな。森の北の戦い。これは全部真ん中に集結してるかな。ガゼル、こいつ何、ボーナイト、銀貨の中袋、金を持ってるってことか。そうすると、まずは前線に硬いやつらを置いて、まあ、これでいいか。てかさ、ユニットって、あ、そうだよね、全部出てるよね。こっちは死人がいるからな。じゃあここはまた硬いやつらを前線に出して壁役にしよう。任せてくれ。よっしゃ、いつでも来い。僕に任せて。で、後ろから援護をしていくと。私頑張るね。負ける気がしません。ペガサスナイトはね、全然いつでもどうぞ。移動できるんで。魔法1人か。うわ、こっから狙ってくんのか。あ、ただ弓は、うわ、これ何なのマジで。魔女、しかもやばい、これ事故る。グオー、クレベが事故った。うわ、私としたことが油断したようだ。すまない、あとは頼むぞ。
鋼の槍が1本余裕ができた。これきつい、アルム軍マジきつい。こいつを早急に始末しよう。マジか。ただやっぱり防御力がないんだよね。ちょっとアルムでいくか。クレベの敵じゃん。調子が良さそうだな。硬いやつとお前に出すか。こいつはあれだよね、イカズチの剣持ってるもんね。さてそこから弓で狙い撃つか。うお超減るんだけど、ヒットポイントが。どういうこと。マチルダを投入するか。マチルダもね防御力が強いわけじゃないからな。ちょっと危険だな、あんまり前線に出すと怖い。4か、それなりに減るね。3か、来たー、こっから狙ってくんのか。一歩も行かせはしない。うおー7とかね。この弓まだいるな、魔女超危険だ本当に。でもな、こう一体一体排除していくしかないよな。もうこれは危険すぎる。こいつが危険すぎるんだよ、ガゼル棒ナイト。森を陣取るとは言ってもな、反撃ができないからね、そもそも戦技でなんか手加減しかないのか。1とかね、残ったりね。修行が足りんようだな。これは誰かが集中砲火を食らって死にそうな気がするけど、ルカは大丈夫だね。さすがにね硬い。でこっから狙おう。うわ、かわされたか。マジか。ロビン大丈夫かこの位置で。一応こいつはここにいよう。来た。どこに来る、こんなところに来るの。しかも森にいるし。いって8、4。マジ強い。やべえやべえやべえ。ここの軍隊はマジでやばい。2回攻撃。うわ10。うわ10。33か。これはどうする。これ退却ってさ、全員動いた後退却ってできんの。よくわかんねえんだけど、それが遊び方を確認できます。退却退却。ダクネ。システムメニュー的なあれでもないしね。まあまだこいつここにいるじゃん。しかも 58% か。魔法でどれくらいいく。エクスカリバー7まで減らすことができるのか。ただこっちも相当の、うわ、犠牲を確保しなくてはいけない。一応射程外から攻撃ができる。 26% とか絶対当たんねえし。
コンピートかな、どうなのこれ。川崎だしダメだ、ここの森に陣取られるときついな。森は陣取るもんだな、やっぱり。おー47か。アルムだな、もう一攻撃力あればと思ったけど倒せた。さすが俺が見込んだだけはあるぜ。おう、いいぜ。まあ、メインに三日月の剣を装備させるのは結構いいね、使い勝手がいい。とりあえずルカがレベルアップ。気のせいでしょうか。その弓兵をつっついとくか。うわー、かされる。ここもあれか、地形効果があるわけではないか。これ退却できる。未行動1ってこいつだけか。まあリカバーで回復させとく。退却退却。自分の置かれた状況を見極め。いや、見極めって言ってもさ、クレーベがやられたからな。舞台数は4になってるね。ちょっとこれはリベンジにするか。これこのまま行っていいの？なんかみんなのヒットポイント的なのとか大丈夫か。回復してるか。よし、ちょっとじゃあリベンジしよう。まあ、こいつはやはり前の方に出しておこう。で、この森にはジンドル、まずジンドル。負ける気がしませんわ。任せてくれ。マチルダを前の森にジンドらせる。お任せください。こいつは川のところにジンドらせたいね。僕に任せて。よっしゃ、任せろ。私、頑張るね。いつでもどうぞ。神のご加護。あいつら機動力あるからな。出た。これ超汚ねえよ、マジで。12とか、グオールカはね、もう本当に魔法防具がないからな。リカバーで回復しても25か。ありがとうございます。いけないから、こいつを攻撃しよう。倒そう。最初にさ、クリティカル出てほしいんだよね。よし、やった。最悪ちょっとアルミ軍あれだな、レベル上げをする必要があるな。はい、いけますよ。戦力がだいぶ少なくなってるから、少数精鋭の、あ、こいつあれだ、弓だから遠距離攻撃ができるんだね。よし、こんなもんか。強い男っていいだろう。とりあえずここのラインにいれば大丈夫か。あれ、ボーナイトって騎馬兵？よし、とりあえず平地だね。ここから先には一歩も行かせはしない。マジやられたよ、本当に。まこいつにやられたわけじゃないけどさ。ちょっともう一回ルカを回復させておくか。で、アルムで攻撃するのが一番削れるかな。手加減しかないか。
よし、これだったらナイトキラー、マチルダじゃなくてクリアでいこう。どうだ、2回当たれば倒せるか。17、強いね、やはりナイトキラー。略奪、こんな連中に死しろ。レベルアップ。見ました、この体のキレ。金を手に入れた、金は手に入れたが、マチルダも行っていいな。なんかある、鎧砕き。あ、そうか、硬いやつに特攻なのか、多分。届くと思ったか。エフィで倒せるかな。倒せたら無理だ、エフィがちょっと弱えな。効果も届かないし、まあこれいいや。あ、逃げてった、逃がしません。私に勝てると思ったか。レベルアップ、お、いいね、なかなか。私のように完璧な勝利ですわ。あれ、これ逃げるとさ、もしかしてあれ戦闘参加経験値みたいなのが少ないのかな。まあしょうがないよね。でもベルクト。はい、戯れに解放軍に戦を挑み敗れたという話はまことか。申し訳ありません、少々奴らの力を侮りました。なんとベルクト様ともあろうお方が、あのような寄せ集めの解放軍に敗れるとは。栄えあるリゲル騎士団の名も落ちたものですな。貴様、ゲロウの分際で我が騎士団を侮辱するつもりか。知れ者が、身の程をわきまえろ。おお、このリゲル帝国の始祖、偉大なるドーマ様にお仕えする私をゲロウとは。身の程を知らぬのはどちらですかな。何を。ルドルフ陛下、報告によると解放軍は国境の水門へと迫っております。しかし水門を守るタタラは我がドーマ教団でも指折りの実力者。しかも何やら面白いおもちゃを手に入れた様子。奴らもここまででございます。陛下。なんだ、申してみよベルクト。解放軍が水門を越えた場合に備え、国境の守りをこのベルクトにお任せください。今度こそ奴らの息の根を止めてご覧に入れます。どうぞ今一度機会を。よかろう、奴らに一歩たりともこのリゲルの血を踏ませるな。はっ。おやおや、そのような備え無用でございますのに。したのだ、お命を注ぐ機会をお与えくださいとな。くそ、あるのね。
あいつのおかげでジュダにまであのような屈辱を受けるとは。この借りは必ず返させてもらうぞ。あら、ベルクト様ではございませんか。お前は。お久しぶりでございます。ジュダ様より恐れ山を預かっておりますヌイババですわ。それより聞きましたよ、ベルクト様。ソフィアの卑しい解放軍に敗れて逃げて帰ってこられたとか。ローマ教団の連中は揃いも揃って口の利き方を知らぬようだな。まあ怖い。誤解なさらないで、ベルクト様。私はベルクト様にお力を貸して差し上げたいのです。力を貸す？バカなことを。己を鍛えることもなく怪しげな神にすがる。お前たちの力など俺には必要ない。まあそんなことをおっしゃってよろしいの？国境の守りなどという大きな戦で万が一にも敗れるようなことがあれば、いかにベルクト様であろうとお立場が危うくなるのでは。ベルクト様はそうおっしゃいますけど、この度の戦での教団の働きをご覧になりまして、ドーマ様のお力がいかに偉大かお分かりいただけたでしょう。ご存知でしょうけど、大司祭ジュダ様に至ってはご自分の娘マーラとヘステをドーマ様に捧げましたのよ。当然強大な魔力を授かっておりますわ。まあそんなことを。なんて恐ろしい。どうです、ベルクト様、ドーマ様の力をお求めなら私が直々に儀式を執り行いましてよ。どうぞ我が館へ。くだらん。いかにドーマの力が強大であろうとは、己の力でアルムに勝たねば意味がない。強情ですのね。ではせめてこれをお持ちくださいな。これは鏡？私の呪術を込めた鏡ですわ。もちろん私はベルクト様の勝利を信じております。でももしも追い詰められるようなことがあれば、その鏡を割ってくださいませ。きっとベルクト様をお助けしますわ。こんなもの俺には。よろしいんですの？万が一の備えですわ。ご武運をお祈りしておりましてよ、ベルクト様。うわ、ミラ神殿の方に敵が。しかもパラディンじゃん。というところで、ちょっとね、こっちはクレーベを失って、今何人いるの、そもそも10人いないね。9人に、なってしまいましたけども、まああのね、通常だったら死んだ時に、ミラのね歯車使ってターンを戻したりもできるんですけれども、まあ特にね、今回はそういったことはやらないで、もうそのままやっていこうと思いますんで、やっぱね事故が怖いんですよね。そうするとさっきのもねクリティカル事故なんで、クリティカルがね3倍食らうっていうのがねめちゃくちゃでかいんで、まあとりあえずこのメンツで、進めていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。